キュルルーン、お帰りなさいませ。ミリさんちの休止しているクルルとサラサです。私はですね、メイドカフェリリーコテージの店長をしているんですけど、これからメイドさんしてみたいなとか、コンカフェで働いてみたいなっていう人に向けて、メイドカフェで働くことのメリット5選を説明したいと思います。イエーイ。そういう人たちに向けてね、参考になればって思います。じゃあ早速1つ目、可愛い格好して仕事ができる。これは多分なんですけど、応募してくる人のほとんどが可愛い格好して仕事したいみたいな感じで応募してくると思うんですけど、なんかやっぱりそのいろんなアルバイト先があると思うんですけど、コンビニだったらコンビニの店が用意した衣装を着るし、居酒屋だったら居酒屋の店が用意した衣装を着ると思うんですけど、やっぱりその制服が可愛くないとやっぱテンションって上がらないんですよね。店舗が用意した衣装を着るわけだから、メイドカフェとかコンカフェがアルバイトのカテゴリーで一番可愛い制服を着れるかなって思います。やっぱイベントとかでもすごい可愛い服とかも着れるので、自分好きな服を着れるので、やっぱコンカフェで働くメリットの大部分はこの可愛い制服を着れるってところだと思います。2つ目、コミュニケーション能力が上がるです。やっぱりコンカフェとかメイドカフェってお客さんとお話しするのがメインなので、自分が今どういう話をすればいいかとか、どうやったら話を盛り上げれるかとか、相手を見てこれは絶対に言っちゃいけないなとか、そういうことをこう瞬時に考えなきゃいけないんですよね。私生活で起きた出来事とかを、これはどういう風に話したらお客さんが楽しく聞いてくれるかなとか、そういうことも考えれるようになるんで、話の能力とかそういうのも上がるようになるし、お客さんってこう2パターンいて、話を聞きたい人とか、あとは話したい人がいるんですけど、話したい人だった場合は聞き上手になれると思います。なんでコミュニケーション能力がすごい上がります。3、モテるようになる。これはモテるっていうか、幼少期にしなきゃいけない仕事なので、なるべくいい風に見せようってなるので、化粧とか、なんかスキンケアとか、あとは髪の毛とか洋服とか、もういろいろこう気にするようになるんですよね。あとはメイドっていう付加価値で多分モテます。あとはこれはなんかいいことなのかわからないんですけど、見た目とか気にしたこともないようなお客さんにたまにディスられたりするんですけど、そういう時はめちゃくちゃ傷つくしうざいんですけど、それを糧に可愛くなってやろうっていう気になれるんで、ちょっとこれはメリットなのかわからないんですけど。4つ目、普通のアルバイトより稼げる。普通のアルバイトって役職が上がる時にしか昇給することがないし、昇給までに結構時間がかかりすぎちゃうんですよ。あとは後継に対しての給料の反映っていうのが、そもそもそんなにほぼないと思うんですよね。だけど私のお店とか、あとは多分コンカフェってほとんどの店が多分そうだと思うんですけど、普通の給料と、あとは歩合っていうのがあります。歩合はそのいろんなこうメニューとかについているプラスでもらえるよみたいなものがあるんですけど、それとかあとは昇給と、あとは賞金とかもあって、割と頑張ればその普通に新人とかでも結構稼げると思います。で、5番目、自分に自信がつく。成果上げられなくて自信がなくなるみたいな人ってたまにいるんですけど、それは成果が出るまで頑張れなかった、自己責任だと思ってて、普通に頑張れば容姿とかあんま関係なく成果は出るし、店からもお客さんからも割と認められるようになるんですよ。で、頑張った成果が割と分かりやすく現状に出るので、頑張ったら自分に自信がつくと思います。はい、以上私が思うメイドカフェとかコンカフェで働くメリット5選でした。はい、こんな感じでね、メイドカフェで働くメリットっていっぱいあるんですけど、私が思う一番のメリットはやっぱり自分に会いに来てくれるお客さんがこう日々増えてったりするのがすごい嬉しいっていうか、そのやっぱ承認欲求がめちゃくちゃ満たされるっていうか、あとはすごい可愛いキャストの子となんか楽しい時間が過ごせるとか、そういうところですかね。ぜひこの動画見て気になった人は応募お待ちしております。待ってます。今日も動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。